こんにちは。楽天証券経済研究所客員研究員山崎はじめです。今回はアベノミクスの評価についてということで、アベノミクス、これを投資家はどう考えたらいいかという点についてまとめてお話をしたいと思います。安倍晋三元首相がありうべからざる銃撃によってこう亡くなってから、こう安倍氏に関わるこういろんな話題が出ています。で、ただ取り上げられる話題の中で必ずしもその安倍氏の経済政策であった、まあ、通称アベノミクスですね、アベノミクスについて触れられることが、まあ、意外に多くないのではないか、それ以外の、まあ、あれこれということについて、どれが重要であるとか重要でないとか、まあ、そういうことについて、まあ、私は今評価しようとは思いませんけれども、こう彼のその経済政策としてのアベノミクス、これは現在の経済政策、経済環境、それからこう投資環境、まあ、こういうことを理解するために、あれはどういうことだったのかということについて、こう整理をしておくことは非常に重要ではないかというふうに思います。こう、まあ、むしろこう他の話題がたくさん出てきているときに、本来だったらのこう考えなければならなかったアベノミクスを継承すべきなのか、継承すべきでないのか、あるいはどの部分を継承すべきなのか、あるいは不足がなかったのかというようなことについて、こうなるべくコンパクトにお話をしてみたいと思います。で、まあ、アベノミクスというのは、まあ、これは昔、アメリカのレーガン大統領の経済政策がレーガナミクスなんて呼ばれましたね。まあ、そういうものとこう同じようなネーミングということなのだと思いますけれども、まあ、安倍氏の経済政策ということで、アベノミクス。まあ、これは、まあ、ネーミング自体は良かったんではないのかな、というふうに思います。まあ、今や、まあ、一つのその普通名詞、普通名詞とはちょっと違うのかな。まあでもその政策のパッケージを指す言葉としてアベノミクスという言葉は残っているわけですけれども。まあただそれがこう正確に理解されているのかということについては、まあちょっと疑問が時々ないわけではないということで、まあ振り返ってみたいと思います。で、こうアベノミクス、それはどんな経済政策なんですかといったときに、そもそもこうデフレ、例えば、物価上昇がほとんどなかったり、まあ、その物価上昇率がこう前年比マイナスになるような状態のことを、言葉の正確な意味ではデフレっていうんでしょうけれども、まあ、大体プラスの 2% ぐらいの物価上昇率があると、経済の調整が行われる上で好ましいというふうに考えられています。どういう調整があるんだっていうようなことで言うと、まあ一つはその賃金の調整ということですね。まあ例えばこう実質的な賃金を下げて、でまあこれはこう企業がビジネスをしやすくするように、利益を上げやすくするようにというようなこう調整が必要な場合に、まあこういわゆる賃金っていうか、まあ特にこう給与はサラリーマンとしてはこうなかなかこう直接下げると抵抗が非常に大きいというようなこともあって、例えば物価が上昇率があって 2% 上昇している中で 1%、1.5% しか賃金が上がらなかったけれども、名目の賃金は上がったっていうような状況だと、まあこれは企業にとってはこう利益を出しやすい状況になるということです。で、まあもっと重要なのが、例えば 2% ぐらいの物価上昇率があると、実質金利を操作することがしやすいということですね。実質、まあ、例えばお金を借りてビジネスを行って、そのお金を返していくということを考えるわけですけれども、そのことを考えるときに、まあ、当然その将来のこう売り上げっていうものはこう将来のこう物価を反映するわけで、で、じゃあその採算計算をするときに、例えばこう、まあ、物価上昇率がほとんどない、ゼロであるというような状態で、実質金利をこうマイナスにして、で、お金を借りやすくして、で、ビジネスを拡大する、経済を拡大するというような方向に、金融政策の舵を切ろうとしたときに、その余地がないということになります。
では、こう 2% ぐらいに物価が上昇している状態というものがあると、例えば実質の金利をマイナス 1% にするとかということが、まあ、できやすくなるし、まあ、もちろん、景気が過熱した時には、金利をもっと上げるっていうような、インフレ率よりも金利を上げて、実質金利をプラスにするということが、まあ、将来的にはあってもおかしくはないんですけれども、いずれにせよ、その金融政策のこう調節のフリーハンドを得るためには、2% ぐらいのこう物価上昇率というものに、国民がこう慣れている状態っていう方が、まあ、いいと。で、その方が、経済を活性化させやすいし、もろもろのこう調整がスムーズであるということで、これはあの先進国各国そういうふうに考えていますし、まあアメリカでもヨーロッパでも大体こうまあ 2% ぐらいの物価上昇率を目指すと。こういうことなわけですけれども、しかし安倍政権が誕生したのは2013年ですけれども、まあ正確には2012年の11月に国会が解散されるぞと、総選挙が行われるぞということが、まあ、はっきりした時点で、自民党が勝ちそうだ。で、安倍氏が首相になりそうだ。安倍氏の経済政策が実現しそうだということが、広く期待されるところとなって、まあ、株価だとか、為替レートだとかには反映しているので、まあ、もちろんその政策というものはその株価で評価するものではないんですけれども、その株価に対する影響というようなことを考える意味では、2012年の11月の終わりぐらいですね。まあそれぐらいの時期から、まあ起算するのが正しいのではないのかなというふうに思いますが、まあそのアベノミクスなんですが、3本の矢というまとめられ方をしますよね。まあこれはまあ上手なプレゼンテーションだったと思うし、まあ事実上、そういう政策を、まあ期待されたわけなんですけれども、一つはその金融緩和。まあこれは日銀による金融緩和ということで、まあ日銀がこう市中にこう供給するお金をまあ増やす。臨転機を吸ってこうお札を配るということではなく、まあ今、お金のその実態は、まあ銀行の預金にある電子データですから、民間のこう銀行が持っているお金を日銀がこう増やすということをですね。まあ、供給することに、まあ、積極的にお金を出しますっていうこと。で、まあ、それとともに、こう、積極財政、財政で景気を後押ししますということで、ここは、肝心なところなんですけれども、金融緩和を行って、日銀がこう、お金を、たくさん供給しても、金利がすでにゼロになっている場合、ゼロ付近にこう、まあ、いる場合に、さらにお金を供給しても、このお金がこう市中に出回らない。日銀の当座預金に、市中銀行が持っている日銀内の当座預金口座ですね。まあ、ここにこう預けられっぱなしの状態になるということで、金融緩和の実質的な効果が削がれる、なくなる。なくなるかなくならないかということについては、いろいろ細かい議論のあるところで、アベノミクスの初期の議論でよくあったのは、金融緩和だけでインフレにできるんですかっていう議論がよくありました。で、金融緩和に対して期待の大きい論者は、いや、金融緩和だけで十分インフレになります。で、金融緩和によってインフレになるということを国民が信じると、まあ、それがインフレとして定着するはずだと。で、これからインフレにするんだというメッセージにも金融緩和になるし、実質的に市中に出回るお金が増えるんだから、インフレになります。っていうことをこう言っていたわけですけれども、まあ、その金利がゼロになった状態でこう、まあ、お金がうまく出回らない。じゃあそれ以上こう金利が低下するような効果がないので、需要が拡大しないということは、そのものに対する需要が拡大しないわけですから、まあ、物価も上がりにくいということで、まあ、金利がゼロに達しているときには、まあ、財政の後押しが必要だろう。絶対にいるかどうかはわからないけれども、あった方がいい。それぐらいのことが言えるんではないかと思います。そういう意味では、こう、財政の後押しというのは必要だった。から、こう、金融緩和だけでインフレにできなかったっていうことは、それはアベノミクスは失敗なんだっていうふうに言い張りたがる人もいるんだけれども、それはあんまりこう適切ではないと思うんですよね。
金融緩和でそれだけでインフレにできる状況もあれば、できない状況もある。できない状況というのは、ゼロ金利の状況は、その状況に近いので、ゼロインフレ、ゼロ金利というような状況では財政の後押しが必要で、財政の後押しをすることによって、こう市中にお金が、実質的に出回って、それがこう同時に重要にもなるので、経済は活性化するし、かつそのものに対する需要、あるいはその労働者に対する需要が拡大して、物価だとか賃金だとかがこう上昇する。これはコロナ対策以後のこうアメリカの状況を見てると、アメリカはちょっと後で考えると大きすぎたかもしれないなというような、こう積極的なこう財政支出を行ったわけで、そのことによって賃金も上昇するようになったし、賃金が上昇して人手不足だから物価も上昇するというような、資源価格が上がったということの他に、そういう賃金と物価のこうスパイラル的な上昇ということが、加わって、2022年に高いインフレ率になっているということなんですが、しかしそれはアメリカは、例えばそういうふうになったわけですけれども、日本の場合にこの積極財政は必要な政策であったわけですが、これが十分ではなかったというのが現実だったろうと思います。で、十分でなかったばかりか、むしろこう2014年に消費税率の引き上げを行ってしまったので、むしろこう財政のその拡張に対して逆行する方向ですね。そういう意味では3本の矢をこう打つはずだったのが、こう2本目の矢はこうむしろこう逆方向で向かってきたっていうような、財政の後押しがなかったという、財政の後押しが適切な時期に、適切になかったということが、現実のアベノミクスがこ うまく機能しなかった点の、大きな原因になったと思いますし、それはこう金融緩和一つに、その過大な負担がかかったということがあったと思います。例えば率直に言って、長期金利までコントロールするようなこうコントロールというのは、やらずに済めばやらなかった方が良かったというふうに思うし、それからこう ETF を通じた日銀によるこう株式を購入することによる資金供給、その株式を日銀が買って、で、その対価を民間の銀行に払い込むわけですけれども、でもそれはこう日銀の当座預金に戻ってくるというような。じゃあ日銀はただ売る当てのない株式を抱え込んで、なぜかこれは ETF の形ですから、こう ETF の運用管理費用を通じて、ETF を設定している運用会社が妙に潤ったり、それを経済政策の話としては小さい話ですが、じゃあ例えばそのこう ETF でこう持たれている株式の議決権が空洞化してるんではないかとか、株式市場に対してあまり好ましくないバイアスを与えたんではないかというような、率直に言って長期金利のコントロールとETF の購入というのは、金融緩和そのものはやった方が良かったし、現在も必要だと思うんですけれども、しかしそれは適切な手段ではなかった。で、しかしその適切ではない手段にまで、踏み込まなければいけなかったということの、一つの背景として、その金融緩和、金融政策にだけ、非常にこう大きな期待と負担がのしかかってきたと。いうことがあったのかなというふうに思います。で、このアベノミクスのその物価に関する議論の難しいところはですね、要するにこう将来国民がこう物価が高くなるというふうに思えばそのように行動するだろう。じゃあ例えば物を早く買おうとしてお金を使うことによってこう需要が拡大するからこれは実際に物価も上がる。物価全般的に上がるし、賃金も上がるっていうようなことが起こるだろうと。だからこう、他の政策を一定とすると、政策に関する情報を発信する当局、特に日銀としては、将来物価は上がるんですよということを人々が確信するような方向の情報しか出せないということになります。ですからよくあった日銀の
の、まあ、メッセージとしては、必要があれば直ちに追加の金融緩和を行う。で、まあ、金融緩和の手段はいくらでもあります。で、まあ、それはじゃあ必要は過去の物価上昇率に鑑みればあったんではないか。で、じゃあその直ちに、まあ、それを行ったのか、行わなかったのか。まあ、しかし物価は上がってないから、まあ、それは十分行われなかったっていうことがあった。いやいや、まあ、物価を注視していて、まだまだ緩和はやりますから、物価は上がります。というふうにこう言うしかないわけですよね。まあしかしそれもこう言い続けていると、まあしかし日銀もこう言い続けているんだけれども、でも金融緩和だけではなかなか物価は上がらないよねっていうような、まあそういう期待が、まあ期待っていうのは経済学者がよく使う言葉で、まあ人々のこう予想のことですけれども、期待の形成というものが、なかなかこう物価が上昇するだろうという方向に向いてこないということがまあありました。でまあそういう意味で財政が期待されたように機能しなかった。まあ特にこう消費税率のまあ引き上げっていうことですね。ですからこう、2010年の、まあこう、消費税率のまあ引き上げ。まあこれが、決定的にまずかったということで、現実のその政策として意図の通りにならなかったということについては、私はまあここがまずかったんではないか。まあそういう意味では財政がうまくいかなかった。まあ積極ではなくて、まあむしろこう、消極的な財政だった。まあそういう意味では、まあ岸田政権に引き継がれてから今後、の経済政策ということを考えるときに、この消極財政、まあ、いわゆるその財政再建というものを状況に関わらず進めるというような、まあそういうこう硬直的な態度のことをですね、まあ財政再建っていうか、まあ別に今、財政壊れてるわけでも何でもないので、まあ財政が壊れると、それは一番の症状として、まあ困るのはインフレっていうことですから、まあ、そのインフレ自体は、むしろその輸入物価のその上昇によって生じているもので、まあ、その賃金の上昇が十分ではないというようなこう状況のもとで、まあ、消極的な財政政策に陥ることは避けたいなというふうには思います。で、まあ、もう一つの成長戦略。まあ、これ言ってみれば誰も反対しにくい、そういう題目ですよね。まあ、例えば、こう、規制緩和によって新しいビジネスを作っていくっていうような、まあ、そういう政策ということですが、でまあ、この成長戦略、まあ、これは、こう、誰も反対できないの、まあ、あったらいいな、ということなんですが、まあ、実現には時間がかかるし、まあ、なかなか効果が出るに至らない。具体的には、まあ、規制緩和っていうことが、非常に期待されたわけなんですけれども、まあ、例えば労働市場に関する規制の緩和みたいなことはほとんど進展しなかった。まあ、その点では、まあ、安倍政権の後を受けた菅義偉前首相の、まあ、政権が成長戦略に対しては積極的に取り組もうとしていたのかなというふうに思うんですが、まあ、それをこう実行する時間があまりなかったのは、まあ、その経済政策として考えると、まあ、少し残念だったかなというふうに思わなくもありません。ただ、まあ、金融緩和はまあ必要だし、で、まあ、それによって、まあ、現在円安にこうなっているわけですけれども、もともとその円安にならないとインフレにならないし、円安になると、まあ、需要が拡大して、まあ、ビジネスは拡大するということです。ビジネスが拡大しないと、まあ、その賃金も上がらないし、ということで、こう、まあ、本来円安が求められていたわけなんですけれども、まあ、その賃金の上昇が追いつかないところで円安になってきているということで、まあ、むしろ今のその円安を嫌ってる人がまあ多いかなというふうに、まあ、思わなくもないんですけれども、まあ、しかし、法人企業統計みたいなものを見ると、非常にこう、企業の利益は拡大しているし、じゃあ今、例えばこう、投資を行うにあたって、設備投資を行うにしても、あるいは人に投資をするにしても、
日本に投資をするということがものすごく有利なわけですよね。ですから、まあ、例えば新たなその世界のサプライチェーンを作っていく上で、重要な部分を日本が担うようになることが期待されている。おそらく世界経済全体の文脈ではそういうことだと思うんですが、まあ、そういう文脈の中で円安であるということは強い後押しになっている。で、まあ、そのことによって将来の経済が拡大し、かつそのインフレ率が十分上がるというような状況になれば、その時には金利を上げればいいわけで、絶対っていうことがなかなか相場なので言えないんだけれども、まあ、ただその金利を上げると、まあ、円安は円高に修正できますよね。まあ、ただそういう意味で今金利を上げる時期ではない、今円安を修正する時期ではないということが本当は重要だと思いますし、今はこの円安を利用してどのように経済を活性化するか。で、まあ、特にそのビジネスマンは、まあ、その現在の状況で、いかに、ビジネスの拡大に、結びつけていくのか、ビジネスチャンスを作っていくのかということに、まあ、真剣に取り組むことが、ものすごく重要な、時ではないのかと。だから、まあ、現在の産業の構造だとか、から、あるいは給料だとかというものを、一定のものとして考えて、で、いや、円安だと実質賃金が下がるので、早く金利を上げて円高にしてほしいっていうのは、それはどっちかというと、なんか経済全体に貧乏を呼び込む、まあそういう考え方というか、それを例えば特に経済政策を考えるような人たちには思ってほしくないな、というふうに思います。で、まあ、この三本の矢というのは、ある程度のインフレ率を作り、経済を活性化するという意味では、必要な政策なんですが、しかし、まあ、これは当初からとあえて言いますけれども、一本足りなかった本来の矢としては、まあ、四本目の矢が本来必要だったということについて申し上げたいと思います。じゃあ、四本目の矢は何なんだということですが、分配政策です。で、これはどういうことなのかというと、まあ、アベノミクス、金融緩和を行うと、まあ、金利は低下しますし、円安になりますし、そのことによって、まず最初に反応するのは、まあ、例えば株式だとか不動産のような、まあ、資産の価格は、まあ、プラスに変化します。それから、円安になるということは、日本の労働力の国際価格が、まあ、相対的に下がるということですから、まあ、その賃金に対して、まあ、特に低賃金の人たち、あるいは雇用が不安定な状況に置かれて、低賃金で圧迫されているような人たちですね。まあ、典型的には、まあ、非正規で働いている人たちということになりますけれども、まあ、そういう労働市場の限界的な雇われたり雇われなかったり、クビになることが心配だったりっていうような人たちには、メリットが大きい。まあ、もう一つ、ただしかし、その不動産とか株式とかっていうような、まあ、いわゆる富裕層が持っているようなものの価格が上がるので、富裕層にもメリットが大きい。まあ、そういう意味では、でも中間層は全体が引き上がらないと、中間層までメリットが及ばない。まあ、もともとそういう政策なんですね。で、じゃあそういう政策で、まあ、特にこちらの富裕層が儲かっているときに、中間層からまあ、その仮想にか、まあ、いわゆるその経済格差は拡大する政策なので、その経済格差の修正ということを政策的に行う必要があるということです。ですから、これは政府が企業に対して、まあ、賃金をなるべく上げてくださいとかっていうような要請をするような、まあ、その程度のことで行うべきものではなくて、まあ、その富裕層の例えば資産だとか所得だとかを、まあ、中間層からまあ低所得層に対して、移転するような、その移転をできるだけフェアに行うような、まあ、そういう政策が必要だということですね。私はまあ個人的には理想的にはベーシックインカムのような政策だと思いますけれども、なかなかベーシックインカムを大々的に導入するということについては、広い理解が得られにくいので、まあ、ベーシックインカムに近い政策、まあ、例えば継続的な給付金が、
の低所得の人、高所得の人も、まあ含めて、こう、まあ、例えば、まあ一定の給付金がまあ支払われて、で、まあしかしその給付金に対する財源というのは高所得、高資産の人からたくさん取るということになると、高資産の人から低資産の人、高所得の人から低所得の人に所得の移転、資産の移転が起こるということになりますから、まあそういう政策が本当は必要だったということですね。で、また、そういう政策については、どうも本当は均等に低所得な人に公平にお金を支給するというような政策はいい政策だと思うんですが、まあどうもそれをこうばらまきっていうような言葉を使って、あたかも悪い政策であるかのようにこう言いたがる人が少なくない。まあちょっとそれも、まあ残念なことの一つですけれども、岸田首相は首相に就任する前、まあ特にその自民党の総裁選の時から、まあ分配政策には力を入れたいというようなことを言っていたので、こうアベノミクスを正しく継承した上で、必要な部分を継承し、特にこう消極財政にタイミングの悪い時に踏み込まないということを、まあ注意した上で、まあ、分配政策を大胆に進めていいのではないか。で、まあ、それが、こう、アベノミクスを継承しつつ、その不足を補うということになるんではないかと思うんですね。ですから、こう、まあ、まとめて言いますと、アベノミクスは、否定されるべきものではなく、継承されつつ補足されるべきものだと。アベノミクスは、否定されるべきものではなく、継承されて補足されるべき政策ではないか。まあそういうふうに総括したいと思います。どうもありがとうございました。